はい、こんにちは。今回ですね、フリーウェルさんっていうね、メーカーさんから ND フィルター、マグネット式の ND フィルターを送っていただいたので、こちらを紹介していこうと思います。でね、今回使っていく機材なんですけど、かなりね、紹介遅れてしまったんですけど、こちらニコン Z6。これね、最近中古で安かったので、ね、購入したので、こちらにね、取り付けて紹介をしていこうと思います。で、使っていくレンズが、レンズキット2470の F4 のレンズとなってます。これにね取り付けながら紹介をしていこうと思います。はい、それでは開封をやっていこうと思います。入ってるものとしてはこんな感じですね。取扱説明書だったりカラビナ、このねフィルターケースの裏にこんな感じのリングがあるんですけど、ここ用のカラビナがついてます。で、目のねこの箱のフィルターの中身なんですけど、開けていくとねこんな感じで入ってます。入ってるものとしては2から5ストップの ND フィルターと6から9ストップの ND フィルターとミストフィルターとベースのフィルターとレンズキャップっていう構成になってます。ではまずね、こちらベースのフィルターをね、カメラ側につけていこうと思います。で、ベース自体はね、普通のフィルターと同じで、こんな感じで回転して止めていくフィルターとなってます。で、ここですね、このレンズキャップとか、後のフィルターに関しては全部ね、マグネットで脱着ができるようになってます。で、マグネット結構ね、強力なので、本当にね、簡単にポロッと外れることはないかなっていう磁石になってます。で、まずね、こちら今つけているのがベースの ND フィルターとなってます。これはね基本的につけっぱなしにしておくものになるんですけど、普段ね ND フィルターを使わないっていう時はこれのけて使えるようになってます。これ自体もねマグネットになってるので、これをのけると普通のフィルターなしの状態になってます。で、まずベースを取り付けて、その上にフィルターを重ねていきます。で、まずね1枚目、こちらですね、2から5ストップのフィルターになってます。で、ひっくり返すとね、こっち見えますかね、 CPL フィルターって書いてて、これね両方ともひっくり返して使えるようになってます。で、まずはね ND フィルターから見ていこうと思うんですけど、これレンズのね上側に A マークっていうのがあって、マークがあるんですけど、 A っていうマークがあって、このフィルターのところにもベースのところにも A っていうマークがあるので、これにね合わせて取り付けていきます。はい、でこれ A マークでね合わせるとこんな感じでロックすることができるんですよね。可変 ND フィルターロックが磁石なんですけど使えるようになってます。これねすごい便利なのでいいなと思うポイントですよね。で、ひっくり返して使うと CPL フィルターとして使えるんですけど、ひっくり返せばロックっていうのはなくて、もうそのままねずっと舞い続けるフィルターとなってます。では続いてこっちですね、6から9ストップのフィルターとなってます。で、こっち側はね6から9ストップのフィルターなんですけど、で、ひっくり返すとこれですね ND32 の CPL フィルターとして使えるようになってます。ではこちらもこのフィルターの上のところですね、 A っていうマークがこちらにもついているので、この A マークにね合わせて取り付けると、こちらもね ND フィルターとして6から9ストップのフィルターなんですけど、こちらはロック機能を使って回せるようになります。で、このねロックっていうのはすごいありがたいポイントなので、このマグネットタイプのフィルターでロックが使えるのってすごいありがたいなと思うポイントです。はい、ではフィルターとしてはこんな感じですね。2から5ストップのフィルターと6から9ストップのフィルター、こちらの2枚となってます。はい、ではラストなんですけど、こちらがミストフィルターとなっています。これはねひっくり返して使えるタイプではないんですけど、こちらミストフィルターとなっています。このミストフィルターをベースとしてねつけて ND フィルターとして使うこともできます。まずねこちらの先っちょにつけておいたベースフィルターを1回外して、こちらのミストフィルターをつけていきます。はい、こんな感じでねマグネットで脱着できるので、使いたい時にすぐ使えて、外したい時にねすぐサッと外せるのがすごいありがたいポイントだなと思います。一応ねミストフィルターの使った効果としてちょっとね簡単に動画を撮ってみたので、そちらをお見せしようと思います。はい、こちらがミストフィルターをつけた状態の比較となります。
ミストフィルターをつけることによってコントラストが下がって、こんな感じの映像の比較となります。はい、それではニコン Z6 に ND フィルターをつけて色のムラを見ていこうと思います。今回使っていくレンズなんですけど、24mm から 70mm までの F4 透視のレンズキットで見ていこうと思います。それでは今見てもらってる映像が2から5ストップの ND フィルターとなってます。カメラ側設定はホワイトバランス太陽光に合わせています。はい、それではこちらが ND フィルターを反対にして CPL フィルターとして取り付けた状態の映像となります。では最後に6から9ストップの ND フィルターをつけて見ていこうと思います。はい、ということで今回はね、フリーウェルさんの ND フィルター、CPL フィルター、ミストフィルターセットになったマグネットフィルターっていうのをね、紹介させていただきました。で、今回実際ね、こちらのフィルターを使ってみてなんですけど、特に ND フィルターに関してはかなりね、優秀で、まあ、しっかりね、ここのロックスルーとかマグネットで使いやすいはもちろんなんですけど、色のかぶりだったり、あと X 線上ムラっていうのをね、特に気になるような感じはなかったのでいいのかなと思いました。で、CPL フィルターに関してはちょっと回すとね、ホワイトバランスがかなり極端に変わっていたので、写真用途としてね、最初にホワイトバランスをしっかり決めておいて撮るっていうのには十分使えると思うんですけど、動画としてはちょっと使いづらいのかなという印象を受けました。で、ミストフィルターに関しては特にね、問題なく動画としてはね、全然使えるんじゃないかなと思います。で、こういうね、動画を撮るときに、まあ、後ろとかにね、光の光源を置いておいてミストフィルター柔らかくねするっていう方法も取れるので、そのあたりも使えるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はね、こちらフリーウェルさんのマグネットフィルターを紹介させていただきました。こちらね、下の概要欄にリンク貼っておきますので、興味がある方はぜひ下から見てみてください。はい、で今回ね、こちらどういう人にお勧めしたいかなって考えた時に、これからね、動画を始めていこう、動画撮影を始めていこうっていう方ももちろんなんですけど、ある程度ね、コストの安い ND フィルターを使ってる人、可変の ND フィルターを使っている人だと、色ムラっていうのが起きると思うんですよ。なので、そういう色ムラとかが気になる方とかで、しっかりしたものをね、使いたいなと思う人にも十分使えますし、これから動画撮影でね、フィルター、ND フィルターが必要だったり、ミストフィルターをね、使ってみたいという方に、特にね、おすすめできるんじゃないかなと思いました。はい、ということで、また今後もね、こんな感じでカメラ機材のお話だったり、カメラのね、アイテムの紹介とかもやっていこうと思いますので、ぜひね、下のチャンネル登録ボタンを押してもらえると嬉しいです。はい、ということで、今回は以上となります。では。